今日も例によってみっちゃんがいません。一人だと寂しいだ。いや、せっかくの日曜日、今日こそは一人でも楽しもう。そうだ、一人おしゃピクをしようというわけでやってまいりました。大分駅の目の前にある憩いの道へ。結構家族連れとかカップルとかが多くてビビっております。早速準備を始めていく。お弁当はこんな感じ。おしゃれにできたかな。できるだけヘルシーにしてみた。ピクニックにはやっぱり麦わら帽子でしょう。そしておしゃピクの基本、映え写真を撮っていきます。じゃじゃーん、こんな感じになったよ。みーちゃんは一緒に来れなかったから、みーちゃんの顔がついたビスコを持ってきた。乾杯。お弁当箱にアリが乗ってきた。焦るともえ。そしたらなんと、蓋の裏に大量のアリが。周りからの視線も気づかず必死なともえちん。やっと気がついた。気まず。しかもさらに最悪な出来事が。お箸忘れた。とりあえずお箸なしで食べられる棒に刺さったチーズを食べました。気まずすぎるし、お箸ないからとりあえず帰宅。いただきます。結局の